じゃあ、千春&エミ、初めての千葉湊のポートパーク、よろしくお願いします。お願いします。あそこに手振ったら手振ってくれたらすごいかもね。私たちあの女性なんですけど、まあ、加齢によりどんどん声が低くなっているので、男性の歌も歌えるので、じゃあ1曲目はあのアリスの歌を、ちょうど季節的にもぴったりだと思いますので歌いたいと思います。寂しさうずめる風に、君の歌声を聞いていた。狭いホールの壁にもたれて、君の動きを追いかけていた。飛び散る汗と煙の中に、あの頃の俺がいた。おお、ジョニー、ジョニー、君は今、君は今、おお、ジョニー、どこにいるのか。時間つぶしの店の片隅、ふと聞こえてきた君の歌。コーヒーカップを持つ手が震え、震え出したのが恥ずかしくて。子供ができた今でさえ、あの頃は忘れない。 Oh, ジョニー、ジョニー、君だけが、君だけが、 Oh, ジョニー、俺の思い出。風の噂で聞いたけど、君はまだ燃えていると。おお、ジョニー、ジョニー、それだけが。おお、ジョニー、ただ嬉しくて。ありがとうございます。2人で3人のアリス。あのコーラスは俺だってアリスの人じゃないもんね。だから、お話か。次の曲、あの結構古いんですけど、紙風船っていうあの男女のユニットの曲で、確かそうだったみたい。違った？順番違う？あ、そっちか、ごめんなさい。次、ユーミンの待ち伏せを、ね、石川ひとみさんがもうね、声出ないんですよ、キーが。ユーミンさんの方の待ち伏せを歌いたいと思います。でもプロモーションビデオだとユーミンさん踊ってんですよね。うん、まあ踊りませんけど。はい、はい、
いた喫茶店、微笑み見つめ合う見覚えある二人、あの子が急になぜか綺麗になったのは、あなたとこんな風に会ってるからなのね。好きだったのよあなた、胸の奥でずっと、もうすぐ私きっとあなたを振り向かせる。気のないそぶりして仲間に加わった、テーブルを挟んであなたを熱く見た。あの子が振られたと噂に聞いたけど、私は自分から言い寄ったりしない、別の人がくれたラブレター見せたり、偶然を装い帰り道で待つわ。好きだったのよあなた、胸の奥でずっと、もうすぐ私きっとあなたを振り向かせる。好きだったのよあなた、胸の奥でずっと、もうすぐ私きっとあなたを振り向かせる。ありがとうございます。で、次も、まあ、今の季節にぴったりな、これも男女のジョーですね。紙風船っていう、あれは夫婦だったんですよね。なんかいとこのグループとかいろいろあったけど、紙風船は確か夫婦だったよね。いや、冬が来る前に、冬が来る前に歌えてよかったです。坂の細い道を、夏の雨に打たれ、言葉探し続けて別れた二人、小麦色に焼けた肌は色も黄昏、私一人、指を見るの。人と巡り合い
コスモス色あなたからの頼り完全に聞くの落ち葉積もる道は夏の思い出道今日も私一人バスを待つの冬が来る前にもう一度あの人と巡り合いたい冬が来る前にもう一度あの人と巡り合いたい ありがとうございます。冬が来る前にちょっと冬が来る前に歌うのは今日あったかいですね。でも昨日寒かったからね、寒いよりは。で次の曲があの問題作なんですけど、あの一応チアル&エミーで一応いつもやらせていただいてる2曲合体シリーズっていうのがあって、2つの曲を交代に歌って最後はその曲をそのままハモっちゃうっていう歌があるんですけど、いつもその曲を2曲当てた人には何かあげますって言いながら、何もない あげるあげる詐欺で申し訳ございませんな、まあ名刺ぐらいになったらあれあるんですけど、名刺もないわけです、ね、名刺はあります、冷蔵庫に冷蔵庫に貼れるタイプの名刺があるのでよかったらどうぞ。暑いな、暑いね、うん、はい、タクシーに手を挙げて千葉港のポートパークまでと、日曜の昼だから夕夜がいそうでふるさとへ向かう最終に乗れる人は急ぎなさいと優しい優しい声の夕夜さんが街中に叫ぶ I love you tonight眠れなくてもそばにいたい Lonely tonight 思い出を燃やし尽くしたら男と女にはが残るはず。ヒントは中島みゆきさんと鈴木清美さんかの曲ですね。はい。振り向けば空色の汽車は。見慣れたあの背中に掛けて
明かり思いが昇る窓の中では心が笑う。ふるさとは走り続けたホームの果て、めくばせをしてくる窓ガラスの果て、そして手のひらに残るのは白い煙と乗車券。黄昏にはさまよう街に、心は今夜もホームに佇んでいる。ネオンライトではもう痩せない。ふるさと勇気の乗車券。 I love you tonight。優しい声で聞かれたいの。 Lonely tonight。 あの日から遠ざかるほどにあなたが大切な タクシー、はい、もう一つは中島みゆきさん、あのホームにて、あのタクシーが分かる人の方が珍しくて、おめでとうございます。ありがとうございます。中島みゆきさんの方がすぐ分かるんです。声がそっくりです。中島みゆきさんの、ね、もう声、ね、歌声が素敵です。私たちちょっと趣味が違うので、中島みゆきさんと鈴木清美さんがこんなことであの融合するっていうのが意外な発見で、はい、いつも楽しく歌わせていただいてます。でその中島みゆきさんのその曲を、千春さんは主に中島みゆきさんの曲が多いですよね、レパートリーで。でまあ一番中島みゆきさんの曲で有名な曲を今から歌いますので、はい、よかったら聴いてください。はい、チャルさんのソロです。いや、あんたもソロ。いや、最初ソロ。最初はそうだけど、あなたも入るけど、完全にほら最初一人で歌うとか。はい、はい、今はこんなに悲しくて涙も枯れ、笑顔にはなれそうもないけれど、そんな時代もあったねと、いつか話せる
日が来るわ、あんな時代もあったねと、きっと笑って話せるわ。だから今日はくよくよしないで、今日の風に吹かれましょう。回る回るよ、時代は回る、喜び悲しみ繰り返し、今日は別れた恋人たちも生まれ変わって巡り合うよ。旅を続ける人々はいつか故郷に出会う日も、たとえ今夜は倒れても、きっと信じてドアを出る。たとえ今日は果てしもなく、冷たい雨が降っていても、巡る巡るよ、時代は巡る、別れと出会いを繰り返し、今日は倒れた旅人たちも生まれ変わって歩き出すよ。別れと出会いを繰り返し、今日は倒れた旅人たちも生まれ変わって歩き出すよ。今日は倒れた旅人たちも歩き出すよ。ありがとうございます。今すごい目の前でいい感じです。動画を撮ってくださって私もそれ後でやりますから、はい。最後の曲は昭和のアイドルの曲を、実は演歌歌手も歌ってたっていうやりたいと思います、まあ、特にその演歌歌手だからアイドルだからって変わらない名曲なので、これ誰が歌ってたんですか、演歌歌手の方は。あ、藤あや子さんと夜桜お寿司の人坂本冬美さんだ。テレビ見ながら分かんない。今テレビも見ないし、でもそんなに曲聞いたけど拳を聞かせて歌ってる感じじゃないんですよね。はい、じゃあ明日がまたいい日でありますように。はい、
もしも明日が晴れならば、愛する人よ、あの場所で。もしも明日が雨ならば、愛する人よ、そばにいて。今日の日よ、さようなら、夢で会いましょう。そして心の窓辺に明かり灯しましょう。もしも明日が風ならば、愛する人よ、呼びに来て。もしも季節が変わったら、愛する人よ、あの歌を。もしも手紙を書いたなら、愛する人よ、会いに来て。この日を思い出にそっと残しましょう。そして心の垣根に花を咲かせましょう。もし涙がこぼれたら、愛する人よ、慰めて。もしも明日が晴れならば、愛する人よ、あの場所で。愛する人よ、そばにいて。日曜日のお昼休み、貴重なお時間聞いていただいてありがとうございます。ありがとうございました。千春&エミでした。どうもありがとうございました。あったかいから遊んでね、どんどん。ありがとうございます。以上で終了です。素晴らしい。